期間から皆、後5年8月19日は、中国精神、東神の軍人、政治家。字は、道木。高平軍近況県の人。子は、木、木曇り。孫は、貴長。五冠末期の御子大武器領の矢者後にあたる。最初は、柴治むに仕えていたが、病により職を退いていたため柴治むの無本には、加担せず処罰を免れた。 その後の精神の混乱を生き延び故郷に帰還した後、南方に渡り、闘神の皇帝元み門に仕え、建国間もない闘神王朝の軍事面を支え続け、演習しし、都督洋衆構政諸軍事に任じられ、長江下流域を本拠とした。帰還の率いた軍団は、北府軍団として、長江中流域に駐屯した東間康すの政府軍団と共に、以後の闘神の軍事の主力となる。 あと、朝の赤極の進攻を退ける一方で、元御門の後を追加名帝、聖帝を支えて、王遁や蘇春の反乱鎮圧にも、尽力、功績により、借機大将軍に昇進、都督、女を三州諸軍事、女二州志士も兼ねて、北府軍団を首都健康均衡の公領に移し、四空に昇進した。関は四年、公領から慶口に鎮座。 北府軍団の拠点を稽古地に移した。皆、後5年に70歳で死去。次男の木くもりが、北府軍団を束ね、増平5年に亡くなった後は、長男の木が引き継いだが、タイは4年に、木の息子の基重の格索で、北府軍団の指揮権を関温に奪われた。漢温は、政府軍団も掌握しており、 国府軍団も合わせて最大の軍事力を保有、闘神の有力者に乗し上がっていった。オートンの重邸で有力者王道と遠石関係を結ぶため、彼の上院の一人を娘婿に選ぶことにした。選ばれたのが後の書生王義氏である。ありがとうございます。